最終戦となります。準備できたところから始めてください。よろしくお願いします。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ、どうしますなんかみんなちょっと引きますよね。なんだろうあれ。俺呪ってやりたい。やってられない。呪ってやりたいんだけど。呪をさせることで。じゃあ効果になるのかそもそも。そろそろ普通に呪いたい本当に。ストロングドロー。止めてきます。エンド。じゃあ1レベル2枚ってます。何でっけ。うーむ。赤い消滅。アークタワー。新しすぎる。それで光って闇が終わったら最近見える。終わり。やべえな。すごい。フラッシュは。逆だ。では召喚で。殴ってきたー。ない。アレックス。ってことは。ドロー次第です。ドローします。あの人おかしくないですか。あの人はおかしいよ、本当に。誰か、あの人はね、あのぶっ殺してあげて。鬼なんだよ、ただ。じゃあ、2個当たって、2枚引いて、2枚落とします。考えます、ちょっと。いやなんだこの手札は。まさかあのデッキ一枚これやめてくれ。いや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 ごめんなさい、これはやめてくれます。誰だお前は。怖っ。なるほど。怖っ。プラスないです。いいですよ。ライでライフでもらおう。他で、どうします。どうぞ。フラッシュないです。ライフで。フラッシュないです。ライフで。ここから帰ります。はい、これで。この最強カードさんや。前オープン。フラッシュ。はい。はい、まずコアチャージして、ここを使います。はい。オッケー。あ、そっちから。はい、オッケーです。強い男や。これはいらなかったか。今はアタックステップ、はい、これはクラッシュございません。ないです。ライフでもらいましょう。バストは当然アレックスだ。シェンジしようかしたらバストかもしれないから。シェンジし上にします。はい、これで上下召喚よろしくお願いします。確かメインちょっと考えますよ。はい、クラッシュないです。ライフでもうさ、きついわ。もう1枚しかないし。頑張った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 。やばい、初手の動きもちょっとロックハンド配置で終わってバス効果使います。蹴れなかったんで全部これです。全部ガーリア弱い。うーん、なるほど。なるほど。スワローテイル2枚引きます。バスを違ったな。1枚引きます。こいつ2枚なんと勝てた。2枚正直僕はビットなくてもいいんじゃないかな。ラクシマナ2枚引きます。2枚引きます。うーむ負けそうじゃ。うーむ負けそうじゃ。まだ何デッキだとわからん。うん、まあ、決まっちゃうかな。入れた方にしたの。ごめんなさい、決まっちゃうか。決まっちゃう。以上。配置であるのこれだけなんで、早朝なんで、早朝なんで、強調。じゃあ、アルティメットに効果あるから、これに置いとこう。破壊ごとか。
そうっすね、でこれは一応白装備がついています。まあ朝が好きで、これレベル2じゃないからバレですね、次のとこもらえないですね。何も出てこないけど終わり。ちょっとポリッキーで動きしたいです。召喚時破壊後欲しいけど、あのヘラってかこう2変更の準備のバースとかほとんど大事です。しないですよ。破壊後のそこあるあ、ごめんなさい、説明します。じゃあこれがまずあのなんか面接みたいな、ないですもの。これはお互いあの面接チェーンのこれはあのこれが一番効くかも。手札手元にあるスピリットアルティメットカード、今回の記述があるスピリットアルティメットカードを単に1枚しか召喚できません。で、あとは、まあ、これで一応白装甲、普通の装甲を付与して、あとはまあライフが減るたびにドローで、あとは一応降臨と、あとはあのスピリットカードを濃厚召喚はできません。どうぞ。多分そう召喚とソウルパンってないとってやつ、ね、まあ、とりあえずこれとこれが今一番効いてると思います。これはフィールドなんですけど、そうですね、強くない。いやもう多分ディレスですか、ジュキ何も発動しないフィールド個人的に一旦時期は終わるんじゃないですか。あれだもん、次だってスピリットと、はい、スピリットのみブリーブは全然大丈夫。あ、まあ、鼻やぶくそれならちょっと矢族にクラガイも、フル期限矢族処方に、うん、究極満たしてる白2つ満たしてる白2つ、あ、いや、あ、そうですね、1個足りながら3個とかそれと、ないね、矢族入れて、バスもないです、陸の床の、あれから、また昔にますよ、あ、矢族入れて、それクリアしちゃうんですよ、ワンチャン組めるかなと思って、ゴロします、解放を使います、はい、その中でメイン1枚と強い1枚を回収するので、こっちを、強いな。はい、どうぞ。いや強いですよ実際。トト引かれたらもうね、反撃のタイミングを見失う本当に。トトが強いですね。ただトトがなければ逆にパワー不足で、あのヘラトンそう。いや、まあでも紫はドローは得意ですから。その分まあ、ね。これでアタゴステップ入ります。はい。ここでアタックできました。はい、ホビットバルチャーも一緒にデッキの下に戻しておきます、はい、フラッシュタイミング死者のソドリーム、このターンの間、自分のランク2位以下にならないです。これで今回1以上なんだけど、1位以下になったら逃れたら負けちゃうから、見たら2位以下にならない。なんであるの、やべえっすよ、デルタボリを超えたっていう。まあ一応デルバリはのリバイバル、はい、効果ダメージ食らないとかも効果ありますけど、2位かにならない、1位かじゃなくて2位か、これで黒強って思って、えげつないな、それで高いのか。最初エクストリームゲームビで0136試写のショートリームスバースト先にセットで、なんで1になってるの、あれかレガリアか悩むけど、ユースじゃないとしばらく経ってテキスト見たら2位以下か、俺の勘違いだった、試写のショートリームの話ちょっとイメージが見えたんで、何あの1位かにならないと、レガリア加えます、2位、はい、2位かと思って、あーこのターンデッキ破棄は行えない、デッキ破棄は行えません、デッキ破棄したりしてる、うまい、じゃあ考えます、うまい、対策カード入った、入ってた、それは仕方ないな、タイタス使う人が多いかなと思ってんじゃない、タイタス1000円にぶっ飛んだからな、この1ヶ月はタイタスシューターと意外と断罪権と間に合んなかった、断罪権タイタスあるんじゃない、断罪権も確かに普通に環境であれじゃない、そう本当はね、これがトバッチリのネクサスであればよかったんだけど持っていなかったんですよね、現場じゃでも読めない可能ですから、悔しいな、あの制限かかったらかかったで、何入れよってなりますよ、ね、強い中心もでもあれ、あの赤を見るんだったら俺としてはあのメガバイソンと思う、はい、あメガバイソンやっぱ未だに強いからさ、悪性防げるしゼウス防げる、ゼウス防げねえとそもそも専属権じゃねえからさ、そ、ね、赤、そこ赤ついてるってことか、俺あれだもん、今ラスボスデッキやってるさ、ガイアスがすげえ困る、なるほどするじゃん、ゼウスにぶち殺されるんだけど、あそうですね、逆に今ゼウスのオリン系のやつ集めたガイアスに組んでるんだけど、それとゼクスで殴り合わせた時にゼクスの困ったところは、あの君やっぱりゼウスに殺されるんだよな、だからやっぱり赤が欲しい、そこなんだよ、ゼウスの破壊範囲が広すぎるから、そうですよね、
きいですもんね、1回で、はい、ラッシュは3人となると作れないですね。あー、解放か。だから5、あのグランスキル5で、あの、まあ、2払いがある。で、それ以上のシンボル持ちに対しては、そう、シンボルの数でプラス1ずつするとかさ、消費するとか。で、また、フラッシュはないです。はい、仮面ライダーのフューチャリング機械の設置です。デッキの下へ効果で効かないです。ああ、同じのかなんか、はい、そこだ、はい、ただ僕は取り消しは今回はちょっとね負けそうなんで認めないです。さすがにね、この状況で俺はあ、で、ブロック大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ではブロックまで入って、はい、何もなければ破壊されたいです。はい、勝ちます。ないです。出しますね。落ちてないか。落ちてないか。じゃあ2個払ってください。ないです。ライフでバスト。じゃあ、仕事は。これで3個行かなければアタックできないです。受けた。マジか。それだったか。はい。久々にこれだけ普通のネクト触るやつ見た。同じくちょっとステップお願いします。俺さっきそこでフリーでめっちゃネクト触ってたグラウンドウォーカー鉄拳妙で貼り付けたから。これが来たからグラウンドウォーカー大事ですもんね。普通のネクト戦争そんなにないですもんね。こんなに並ぶグラウンドウォーカーほどアド取らないからさ。キラセキャッスルゴレム、その場でしか取らない。15枚破壊されるのもう主にフェニックキャノンとかが簡単に回ってくるからさ。多分ね、先行で2つ張ってから高校フェニックキャノンの内定者いっぱいいて、特にイマジンプレイに出してるから。イマジンになる前はさ、フェニックキャノンって結局高校でも勝つからね。イマジンになってから高校に出してシンボルのことに。キャッスルゴレムでアタックで行こうか。シンボルのことに3、4、5、6、7、8、なかったらまだいいから。破壊されたけど実質1枚使わせたんですよ。向こうもシンボル残ってねって。シンボル残ってからビアでします。しかもコスト3から3の単位適当なやつになってグンってくっつけてた。ちょっとなって赤い字簡単にダブルシンボルで殴ってこれる。うん、良くないっすよ。あれないです。破壊されて破壊されてねえだろってなるけど。ありがとうございました。キャッスルキャッスル。さすがにアタック島では防げない。